Japan has a sexless program, and now seems like it's getting worse and worse. Having said that, this is really hard to talk about. Maybe most other countries, not just in Japan. But today, we're gonna get deep on that by hearing their experience and struggle as a sexless couple. So anyone in a hard time talking about sexless program in a relationship, I hope this video will help you somewhere. 役者を二人ともやっていて、でそこでこう同じ映画に共演して、割とこう場をよく見ていて、こう会話を回していたりとかして、なんか気が利くというか、こう賢い人なのかなと思って、なんかテンションの高い人だなっていう感じ。そんなに印象にないというか今アプローチ受けてる方が何人かいてって言われて、そこのあのステージにちょっと僕も立候補させていただけませんかって言って、結婚をもう前提としたお付き合いと。そうです、そうです。私はなんか29歳で結婚したかったんで、結婚相手を探しました。うん、まあ、だから3ヶ月で、まあ、結婚まで。そうですね、だから私はもう結婚相手というよりは、もう付き合った人イコール最後まで一生一緒にいるっていう気持ちで付き合うんで、全部あ好きだなと思ったんで、もういやそれはもう結婚も考えてるよっていうね、なんかそのぐらいの熱量で行きましたね。付き合ったては全然そんな心配なんてなしてないし、自分自身は別に少ないっても思っていなくて、私は全然問題として捉えていなかったって感じでしたね。はい。でも全然付き合った当初からすごい少なくて不満でしたね。不満っていうか、一緒にこうなんていうか、こう作り上げていくっていうか、こう盛り上がっていくから、そのがまだスタートしてないみたいな。仕事で疲れてるって言ってたから、なんかすごい今大変な案件をって言ってたよねそれはそれずっと言ってた、ね、言ってた。そうそういつ終わんねんみたいな、うん、その案件が終わったらそういう2人のそういうタイムが始まるんだろうなって。私はそれが実はちょっと言い訳みたいに使ってしまっていて、残業で すごい終電とかだったんで、もう疲れてるところに、いや本当に今日は無理だっていうのもあって。はいはい、最初はもう、はい、満足して、いや全然失礼、少なかったですね、うん、でも最初って言っても週に 2,3 回はそんなしてないやろあ、そう、うん、なんか始まらないなみたいな感じ。私が口にしだしてから2人の問題になったんだよね。そうだね、それまでは私の1人の問題だったんですけど、性の話題もできた方がいいから、うん、反省会しようよとか言って、何も問題ないよねって言ったんです。いや本当に問題ないと思ってたんですよね。少ないとも思ってないし、で割と、まあ、仲もいいし何でも話してたし、しょっちゅういろんなところに2人で出かけてもいるし、そこはなんかすごくうまくいってるんだなって思ってて、そこでこうカバーできてるっても思ってました。セックスできなくてもセックス以外のことで、こう誕生日とかちゃんとこうそういう記念日も忘れずにとか思っていて、仲は良かったですね。その返事を聞いた時に結構心が折れちゃってあもうこれ以上話すしできる感じじゃないなと思って、そうか、なんか話すのを諦めちゃったんですよ。考えたら温度差があったんです。ありましたね、はい、こう1週間2週間って間空くと、あしてないなっていうのは思ってるんですけど、別に言ってこないからいっかみたいな感じでしたね。大丈夫なんかなみたいな。なんかお子さんが生まれたのは3年目ぐらいで、1人が生まれて、はい、でそこで一旦私が子育てに集中するから、うん、そのレスが問題視しなくなるんですよね。ちょっとその頃からあんまりそのなくていいかなって思ってたんですけどね。疲れてるし、会社のストレスで性行為もする気持ちにもなれないし、でこう会社でも結構みんな周りは、いや嫁なんてもう抱けねえよとかいう話しか聞かないんで、まあそんなもんだよねみたいな、なんか感じで、なんか自分がその特別っていうこととは感じてなかったですね。レスが2人目が欲しいってなとお互い思ってたんです。2人欲しいっては言ってて、うんうん、でも2人目を作れない状況みたいな、うん、1人目産んでから2人目をが欲しいからしようっていうまで一回もしてないよね、うん、ちょっと今日はごめんみたいな感じとか、
子作りっていうのでもうちょっと辛くなってきたっていうか、避けるようになってきて、避けるっていうか、いや今日はもうそれどころじゃなくてごめんとか言って寝ちゃうみたいな。性欲っていうよりはそのミカと性行為っていうのはそういう気持ちにもなれないっていう。触れ合い自体も少なかったもんね、普段の。そのセックスまではいかなくてもイチャイチャしてるとかそういうのもなかったし、自分が必要とされてない感じ、もう私の人生の現役時代は降りたみたいな感覚になってて、だから自信がどんどんなくなっていってて、可愛いねとかって言われても、いやもうそういうなんていうんですか、社交辞令はいいですよみたいな。なんか子育ても上手にできない、旦那にもこう女性として価値がないと思われてるし、化粧とかもできなかったし、そのなんかピアスとかもできなかったですよ、その当時。恥ずかしいなみたいな、そのもうこんマイナス200なのにみたいな、ちょっと今喋って泣きそうなっていう。そう、それは結構辛い気持ち。辛かったですね。実際日本ではセックスレスに悩んでるカップルっていうのはよく見るんですかね。多いですね、若い方でも今多くて、子供をなんか産み終わったらもうそこからセックスレスになっちゃって、もう数年ないですとか、もう数十年ないですって言ってる方も多いです、うん、もう熟年になってくるとお互いがしたくないという風な域に入ってきますけど、うん、あのしたいのにできないっていうのが一番なんかそれこそ浮気に走るし、してくれないから浮気に走る奥さんもいて。セックスレスで悩んでる夫婦に対してはどういうアドバイスを送りますかね。お互いが本当にこう大切に思うっていう心をまず持って、あのセックスってとにかくやればいいって問題じゃなくて、お互いがやっぱり尊敬したり大切に思うと、なんか女性ってのは特にできるもんだったりするので、感謝だとかそういう気持ちの表れでとにかく大切に扱うっていうところから始まらないと夫婦の関係は修復できなくて、だから何のために結婚したのか私たちはとか、一緒になった意味とか相手の存在の意義とか、そういうことをまあ原点に立って分かった上で、お互いの必要性とか大切さを分かること。いろんな本とか動画とかをこういうのどうって言ってて、まあ、そのミカの目的としては、まあ、なんでしたくないの、愛している、好きだけど抱けないっていうのが納得いかない、わからない、そこが解消されないっていうことは、なんか私はの思いは大事にされないんだみたいな、こう若ぴょんが悪いと思ってたんですよ。愛する人を抱けないなんて何かおかしいから変えないとみたいな、セックスぐらいでって言わなくなってほしいと思ってるし、私は若ぴょんがおかしいからセックスぐらいできるようにしたいみたいな感じで、お互いこう相手を変えようとしてて、無理やなみたいな、これやってたら一生かかるかもみたいな。そのセックス自体が私もすごく恥ずかしいし、その相手が満足しているかどうかが気になって、自分はその次みたいな感じなんで、全然その行為を楽しめるっていう感じでもなかったんですよね。だからしんどいっていうのもあって、でもそれもさ、させたいじゃなくて、うん、させないとやろ、まあそうですね、自分の評判っていうか義務感ですね、うん、はい。だってそのセックスレスの時も全然しないのに、あの一人ではしちゃってましたから、なんかやっぱ恥ずかしかったりするんですよ。自分がこう感じているところを人に見られるのがすごく恥ずかしいみたいな。でだからといって愛情がなくなったわけでもないし、それ以外だったら本当にうまくいってるんだけどなって思ってて、まあもうあのその二人の中でね、じゃあそこが合わないんだったら離婚、女性用風俗、そうそう、女性の風俗行くとか言って、いやそういうセックスができればいいっていう問題でもないっていう。で、あとは、このまま、まあ、俺がなんとか頑張って抱くか、みたいな。そういうの、いろいろこう、案を出して。私は、じゃあ、このまま、一生男、この、パートナーから、需要がない、そして、もう、傷も、セックスもないまま、このまま人生を終えるの、どうすんのみたいなって、そしたらもう、体操を守ってでも、一生一緒に過ごしたいか、それともそっちの自分のこの湧き上がる、必要とされたいのを大事にするかみたいなのが、
もうどんどん来て、でこっちが大事やな、まず自分やなみたいな時が来るんですよ。そういう相手が現れたら、若ぴょんの気持ちより自分のそのするっていう方を優先しますって伝えたんですよね。もうそこで離婚になってもしょうがないと思いました。本気やなって思ったし、でまあそこまでそれ言うことって結構勇気いるじゃないですか。すごいなと思って、でこれは自分も本音の部分を正直に言おうかなって思って、あの今セックスレスを解消しようとして頑張ってるけど、俺ミカとはちょっと一生もう無理だと思う、その抱くことは無理だと思うっていうのを言ったんですよ。それがめちゃくちゃ勇気いりました。一番勇気いりましたね。最初の彼氏になった、はい、どういうふうに伝えたんですか。なんか最初たまたまその昔の職場の飲み会みたいなのでセックスレスの話をしてたんですよ。で他の人もうちもうちもみたいな、そのある男子がすごい怒ってて、なんやねんそれみたいな、なんかそんな素敵な子たちと結婚できたのにこんな辛い思いさせてるってなんやねんみたいな感じで、この人になら相談できるって。会社にいた時に LINE が来たんですよ。相談できそうな人が現れたでってミカから LINE が来て、ついに来たかみたいな、もうこっちに踏み込むしかないのかなって思って、その LINE でもう分かった、3人で相談しようって返したんですよ。自分ももう抱けないことも分かってるし、手段がそれしかなかったかなって。その中何日か前に結婚式のビデオを二人で見て、私がみんなの前でスピーチしてて、そのミカのことは生涯をかけて大事にします、大切にしますって言っていて、でミカはなんかこれって今あの守れてると思うとか言われてそうだよなと思って、ね、俺がここにこう言ってレスだって言って、でも家にいろと、家族としてやっていこうって縛りつけるっていうのは幸せだって思ってないし大事にしてないよなと思って、いやその最初か3人で話するときに自分の意思でここにいなくて頼まれたからいるとか思う人は帰ってくださいって最初言ったんですよ。でみんなもう自分が来たいからいますみたいなこと言ってて、じゃあ話しましょうって言って話して、妻を愛してるけど抱けないので彼氏になってくれませんかってお願いしました。まあ、条件があって、子供は作らないでくださいと、妊娠は気をつけてくださいと、あとデート代は出せないので、それはデート代はあのお願いしますと、その2つが条件であの伝えましたね。僕の存在が現れたことで関係を諦めないでくださいって、はい、って言われて私号泣しましたミカを取られると思ってたんで、すごい震えながら臨んだ面談だったんですけど、そういう風に言ってくれて、それ見て泣いてで彼もそれ見て泣いて3人で泣きました。もちろん不安はめちゃくちゃありましたけど、はい、その彼を認めた時に恋愛感情っていう感情ではなかったので、どちらかというと兄弟親友みたいな戦友みたいな感覚の愛情だったんで、でもあの何が嫉妬するかっていうと、自分をこう蚊帳の外にされた時に結構嫉妬するんですよ。デートした話とかも全部ミカが言ってくれたし、今日こんな写真こんな感じやったでとか言ってくれて、全部オープンにしてくれたんで、そういう嫉妬っていうのは なかったですね。なんか私は多分こそこそやってた方がめっちゃ気になると思うんですけど、いけないんですよね、うん、私多分ね、うん、その嘘ついてやる方がしんどいんで、すごいあの元気になったし明るくなったんで、家庭がめちゃくちゃ明るくなったし、あの彼と出かける前は台所がピカピカになってたりするんでなんかそれもあって、なんかすごいうまく回っている感じがありました。自分はセックスレスにもう向き合わなくていいっていう、はい、ことを そこから解放されたっていうのもありましたね、はい、プレッシャーね、そのプレッシャーがなくなったっていうのもありましたね。
なんか女性がセックスしたいっていうのは恥ずかしいとか、こうしてほしいっていうのは相手を傷つけるんじゃないかとか、ね、なんか相手になんか下手だって言ってるって思われるんじゃないかとか、それで自分が嫌われるのも嫌だし、相手を傷つけるのも嫌だしとか、ちょっと顔色を見すぎるみたいなところはありますよね。でも自分が湧き上がってきてるそういう感情を知ってあげるっていうのが、なんかまず最初のなんか自分とのコミュニケーションっていうかね、そっからやっぱこう何を求めてるか、セックスでもなんか自分はどうしてほしいとかできるようになっていくんかなって。まあ相手のせいにしないってとこですね。全部相手を変えようと思っても変わらないんで、まあ自分が何ができるのかっていうのをよく考えて行動していくことで、それで相手が影響を受けて相手が変化していくことはあるんですけど、こっちが相手をこうしたいこうしたいって、これは無理だなっていうのは思いました。やっぱり離婚しちゃうとなんかこう終わりみたいな、もう疎遠になっていくんかなとかいうのをイメージなんですけどね、あるんですけど、いやいやちょっと待てよと、まあこのミカとの今までの関係性、これまで築いた中で大丈夫だなって思ったんですよね。離婚したところで、まあ子供たちの親であることは間違いないし、なんかいい感じだなっていうか、こういいタイミングだなと思って、前離婚してるとまだ喧嘩した状態のなんかなんだよって思いながらの離婚じゃないなって思ったんで、今はもう本当に話し合って、なんかいい感じだなっていうか、こういいタイミングだなと思って、はい、